インドの秘密を探る地形から言語まで多様性の国を深掘り。インドといえばどんなイメージを持っていますか？カレー、ボリウッド、それとも豊かな歴史？でもインドの魅力はそれだけではありません。一体全体インドにはどんな多様性が存在するのでしょうか？今日はインドの驚くべき地理から、その多様な気候、生活に根ざした宗教、そして多彩な言語と民族まで、インドの知られざる魅力を深掘りしていきます。1. 巨大なる山々から砂漠まで、インドの地理的多様性。インドはその壮大な地理的多様性で知られています。北部には世界の屋根とも称されるヒマラヤ山脈がそびえ立ち、ここにはエベレストやカンチェンジュンガなどの世界最高峰が連なります。これらの山々はインドに冷涼な気候をもたらすだけでなく、周辺地域の気象パターンにも大きな影響を与えています。例えばヒマラヤは南西モンスーンの風を遮る天然の壁となり、これによってインド北部と中部に豊かな降水をもたらしています。一方、西北部に広がるタール砂漠はその過酷な乾燥地帯で知られ、年間降水量が少ないため生態系も独特です。タール砂漠は過去に多くの文明と交易の交差点であり、古代のキャラバンルートが砂漠を越えて中央アジアへと続いていました。この地域は夏は極めて高温になる一方で、冬にはかなり冷え込むことが特徴です。東部にはベンガルデルタがあり、これは世界で最も肥沃なデルタ地帯の一つです。ガンジス川とブラマプトラ川が合流するこの地域は古来より農業が盛んで、特に稲作に適しています。ベンガルデルタは多くの人口を支えており、また独自の生態系と生物多様性を有しているため、生物学的にも重要な地域です。南部のトロピカルな海岸平野ではアラビア海とベンガル湾に面し、温暖な気候が一年中続いています。この地域の豊かな海岸線は多種多様な海洋生物の生息地となっており、また漁業も盛んです。特にケーララ州のバックウォーターやタミルナドゥ州のコロマンデル海岸はその美しさで知られています。これらの地形はインド全体の気候、生態系、さらには人々の生活や文化に深い影響を与えてきました。デカン高原がこの多様な気候帯を自然に分ける役割を果たし、北部の寒冷な気候と南部の熱帯気候を生み出しています。これにより地域によって異なる農業パターンや生活様式が形成され、インドの多様な文化と経済が育まれてきたのです。この地理的な特性はインドが古代から現代にかけて多様な文化と経済の発展を遂げる基盤となっています。 2. モンスーンの国、気候が形作る農業と生活。インドはその気候がモンスーンの影響を強く受ける国であり、この季節的な風が農業はもちろん、人々の日常生活や地域の経済にも大きな影響を及ぼしています。モンスーンは主に6月から9月にかけての南西モンスーンと10月から12月にかけての北東モンスーンの2つに分けられ、それぞれ異なる気象条件をもたらします。南西モンスーンの期間中、インドの大部分は豊かな雨量に恵まれます。特にケララ州から始まるこの雨季はインド全土にわたって進行し、農業に必要な水を供給します。この雨水を利用して北インドではガンジス平原での麦の栽培が、南インドではタミルナドゥ州やアンドラプラデーシュ州での稲作が盛んに行われます。雨季に豊富な水を得ることで、これらの地域では2期作、場合によっては3期作も可能になり、地域経済にとって非常に重要な役割を果たしています。一方、モンスーンの影響は農業だけにとまりません。例えばガンジス川の流域では洪水が頻繁に発生し、地域社会に大きな影響を与えることがあります。これは過去においても多くの歴史的出来事に影響を及ぼしてきました。2013年のウッタラーカンド州での洪水はヒンドゥー教の巡礼地であるケダールナート寺院を襲い、多くの命が失われました。このような災害はインフラの整備や災害対策の必要性を浮き彫りにしています。またモンスーンの降水量は地域によって食文化にも影響を与えます。例えば雨が豊富な地域では水稲農業が盛んで米を主食としていますが、乾燥地帯では小麦や雑穀が主に栽培され、チャパティやタの穀物ベースの食品が好まれます。このようにモンスーンはインドの多様な食文化を形成する要因の一つとなっています。モンスーンはまた多くの宗教的および文化的行事にも結びついています。雨季の到来を祝うお祭りや豊作を願う儀式が各地で行われ、これらは地域社会における結束を強化し、伝統を次世代に伝える重要な役割を果たしています。このようにモンスーンはインドの生活のあらゆる側面に影響を及ぼし、その年間のリズムと文化的な景観を形成しているのです。 3. 宗教のるつぼ、多様な信仰が共存するインド。インドは世界でも稀に見る宗教の多様性を有する国であり、
ヒンドゥー教、ジャイナ教、シク教といった独自の宗教が生まれ、仏教もこの地からアジア全域に広まりました。さらにイスラム教やキリスト教といった外来宗教も広範囲にわたって信仰されており、この信仰の多様性がインドの文化的寛容性を象徴しています。ヒンドゥー教は紀元前1500年頃にインダス文明に起源を持つとされ、その他信教の特性とベーダ文献に基づく教義はインドの多くの文化的社会的慣習に影響を及ぼしています。例えばディワーリー公の祭りやホーリー食の祭りといった。ヒンドゥー教の祭りはインド全土で広く祝われ、これらはインド社会における絆を深める重要な役割を担っています。紀元前6世紀にはジャイナ教と仏教が同時期に発祥しました。ジャイナ教は非暴力と極端な禁欲を解くことで知られ、その厳格な生活様式は小さながら献身的な信者層に影響を与えています。一方仏教はゴータマ、ブッダによって創始され、ダルマ教えとサンガ相談の概念を通じて広く広まりました。特にアショーカ王の時代には仏教は国教とされ、インド全土だけでなく東南アジアや東アジアへも広がりました。中世に入るとインドはイスラム教徒の侵入を受け、多くの地域でイスラム教が根付きました。この時期に建てられた数多くのモスクやフォルトはムガル帝国の下でイスラム芸術が隆盛を極めたことを物語っています。特にタージ・マハルはイスラム教徒の支配者シャージャハーンによって建造されたもので、インドの象徴的な建築として世界的に知られています。キリスト教は伝説によればシトトマスが紀元1世紀にインドに到来して以来、特に南部のケーララ州で信者を有しています。今日でもキリスト教徒のコミュニティはインドの多宗教社会の一翼を担っています。これらの宗教が共存する環境はインドが持つ寛容の精神と異なる信仰間の対話と理解を促進する文化的基盤を形成しています。それぞれの宗教が互いに影響を受け合いながらも独自の伝統と信仰を保持していることは、インドの社会と文化の豊かさを示す鮮やかな証です。4. 言語の宝庫、インドの言語多様性。インドは世界的にもその言語の多様性で知られており、言語学者や文化研究者にとって非常に興味深い国です。インドでは200以上の言語が話されており、その中にはヒンディー語、ウルドゥー語、ベンガリー語、タミル語など地域ごとの主要言語が含まれています。これらの言語はそれぞれが独自の文化や歴史を持ち、インドの各地域のアイデンティティ形成に重要な役割を果たしています。ヒンディー語は北インドを中心に話されており、公用語としても機能しています。これに対してウルドゥー語はその詩的な表現で知られ、特に詩や音楽の分野で重要な役割を果たしてきました。例えば19世紀の著名な詩人ミルザーガーリブはウルドゥー語の韻文で知られており、彼の作品は今日でも多くの人々に愛されています。南インドではタミル語が紀元前から話されており、古代タミル文化の重要な一部であるサンガム文学はその詩的な美しさで広く評価されています。タミル語は古代から独自の文字体系を持っており、その言語的特徴は長い時間をかけて発展してきました。ベンガリー語は西ベンガル州とバングラデシュで広く話されており、ノーベル賞を受賞した詩人ラビンドラナーとタゴールがその言語で彼の作品を書いたことで知られています。タゴールの文学作品はベンガリー語の豊かな表現力を世界に示すものであり、インドの文化的アイデンティティを形成する上で中心的な役割を果たしています。言語は単なるコミュニケーションの手段を超え、それぞれの言語が持つ独特の文化的背景や文学、歴史が地域社会に深く根ざしています。例えば言語ごとの祭りや特有の食文化、儀式はその地域のアイデンティティと密接に結びついており、異なる言語コミュニティ間の結婚や社会的交流においても言語が重要な役割を果たしています。このようにインドの言語はそれぞれが独自の進化を遂げながらも、多様な文化のモザイクとしてインド全体の多文化主義を象徴しているのです。 5. 民族の融合、インドの複雑な民族構成。インドの民族構成は複雑な歴史的移動と民族間の融合によって形成されています。この多様性はインドの豊かな文化と社会の特性を理解する上で非常に重要です。北部インドは主にインドアーリア系の民族が居住しており、これらの民族は紀元前1500年頃中央アジアからの大規模な移動によってこの地域に到達しました。この移動はインドの言語、宗教、文化に深い影響を与え、ベーダ文化の基礎を築きました。インドアーリア系の言語はサンスクリット語の形成に寄与し、後に多くの現代の北インド語派がこの言語から派生しました。一方南部ではドラビダ系の民族が主に居住しています。ドラビダ系民族は古代からこの地域に根付いており、タミル、カンナダ、テルグ、マラヤアラムなどのドラビダ語群を話します。これらの言語と文化は独自の文明として栄え、
古代のサンガム文学などにその痕跡を見ることができます。ドラビダ文化はその複雑な寺院建築や古典舞踊に見られるように独自の芸術的宗教的伝統を発展させてきました。さらにインド北東部やヒマラヤ地域ではモンゴロイド型の民族が居住しており、これにはナガ族やミゾ族などの多様な民族が含まれます。これらの地域は歴史的に他のインドの地域とは異なる発展を遂げ、独自の言語、文化、社会構造を保持しています。例えばナガ族はその独特な社会制度や伝統的な祭りで知られており、これらは地域のアイデンティティと深く結びついています。このようにインドの各地域で異なる民族が定着し、それぞれが独自の文化や伝統を育んできたことは、インド社会の多様性と複雑さを物語っています。インドの民族の歴史は外部からの影響と内部からの発展の両方を経て、今日に至るまでに多様な文化が共存する独特の社会を形成しています。これらの民族間の相互作用は、インドが世界の中でも特に多文化的で複雑な国の一つとして認識される理由の一つです。6. 文化交流の架け橋、インド文明の世界への影響。インドはその豊かな文化と文明が長い歴史を通じて周辺地域やさらに遠くの地域にも影響を与えてきました。特に文字システム、寺院建築、王権観念などの文化的要素はインドから東南アジア、東アジア、西アジア、そしてヨーロッパにまで広がり、各地で独自の形をとって受け入れられました。インドのブラーフミー文字は紀元前3世紀のアショーカ王の時代に確立され、その後この文字系統から派生したデーバナーガリー文字やパーリ文字などが使用されるようになりました。これらの文字は仏教の教えとともに東南アジアに伝えられ、現地の言語を記憶する手段として採用されました。例えばタイのタイ文字やカンボジアのクメール文字はインドのブラーフミー文字に由来しています。寺院建築においてもインドの影響は顕著です。インドのヒンドゥー寺院の建築様式はクメール帝国のアンコールワットやインドネシアのプランバナン寺院など東南アジアの大規模な寺院群に影響を与えました。これらの寺院はインドの建築様式を取り入れながらも、それぞれの地域の特色を融合させることで独自の文化的アイデンティティを形成しました。またインドの王権観念はインドの王が神聖な存在とされる考え方が東南アジアの王国、特にタイやバリにおける王権の正当性を確立する基盤となりました。これらの地域では王が世界の秩序を保つ神的な役割を果たすという観念が根付きました。インドの文化がこれほど広範囲にわたって受け入れられた理由の一つに、その開放性と普遍性があります。インドの哲学や宗教の教えは地域や民族を超えて共感を呼び、さまざまな文化の中で新たな形をとって発展してきました。例えば仏教はインドで生まれ、中国、韓国、日本などの東アジア諸国に広がり、それぞれの国で独自の宗派が生まれました。このようにインドの文化はその柔軟性と適応性により多くの異なる文化に受け入れられ、それぞれの地域で独自の発展を遂げています。インドから発信された文化的要素が各地でどのように変容し受け入れられてきたのかを見ることは、文化交流の力と影響を理解するための貴重な視点を提供します。まとめ、今日紹介したのはインドのほんの一部に過ぎませんが、この国の多様性と深さは世界の他のどの国とも比べ物になりません。インドの各地域が持つ独自の文化や伝統がいかにして全体としてのインドを形成しているのかを理解することは、世界を理解する上で非常に重要です。この動画が面白いと感じたら、ぜひいいねを押してコメントで感想を教えてください。もっと知りたい内容があればそれもコメントで知らせてくださいね。チャンネル登録をお忘れなく。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。